リポーターの井上悦子さんがやってきたのは広島市中区堀川町。おしゃれなおつまみ屋さんができたと聞きつけて探すことにしました。ここ今だから金座街に出てまいりまして、こっち行ってみよっか。ファルコさん本館ですね。ここまででしたっけ、堀川町って。この辺りも堀川町ですよね。通りには気になるお店がいっぱい、目移りしてしまいます。以前紹介したことのあるヤンニョムチキンのお店ね。その隣にはでもなんか、あ、こんなお店あるんだと思ってたんだけど、あ、セイロがある。え、これセイロよね。すいません、これ全部セイロ。全部セイロ。おー、こんなにたくさん種類あるんだ。サイズが全部いろいろ。こちらは調理器具専門のお店でした。用途に合わせていろいろあるんですね。と、元来た道を少し戻ってみると、え、これ？あ、ちょっと待って、めっちゃおしゃれ。え、ここおつまみ？失礼してもいいです？はい、すいません。ここがおつまみ屋さんとはおしゃれですね。今年3月にオープンしたおつまみのセレクトショップ月ヶ瀬。ナッツやおかき、チョコレートなどのお菓子も並んでいます。うちが昭和43年創業で、今流川のあっちの方におつまみの専門店で本店がありまして、そこの2号店になります。はい、でもここはまたもうパルコの目の前ということで、やっぱちょっとこう、見せ方というか、はい、変えてということですか。おしゃれに頑張りました。パッケージとかもちょっと新しく作ったりとかして、はい、大体何種類ぐらいのおつまみとかをここには置いてるんですか。ですね、ここ100から150ぐらいだ、ちょっとざっとなんですけど。ざっといいです、ざっとり。おかき、チョコレート、あとドライフルーツですね。生ハムとかも置いてますし、生ハムなんておしゃれなものもあったりするんですね。はい、この度、はい、美味しいものを見つけて。いや、どれも美味しそうですね。では店の人気商品を紹介してもらいましょう。見た目の可愛さとかで、はい、あ、かわいい。すごい皆さん可愛いって言ってくださって、はいはい、ラムネに、はい、いろんな色のコンペイトになるんですけど、はい、色によってまた味もちょっと変わってたりするので、ちょっと珍しいかなとは思います。スモーク系は3種類置いてるんですけど、ピスタチオとスモークミックスナッツとマカダミアナッツ、はい、でこちらがスモークミックスナッツです。これ人気だと、はい、通常のものよりは燻製の濃さがすごいガツンと、匂いがガツンとくるんですけど、結構強めに燻製したす。お酒に合う。めちゃくちゃ合います。めちゃくちゃ合いますか。はい、めちゃくちゃ合います。すごい、なんか飲みそうですね。お酒好きそう。飲みます。盛り上がってきたところで驚きの商品が登場です。イカの口でかい。これ1個ですよね。1個です。これこの大きさですよ。これやばくないですか。え、私と同じぐらいですよ。私ぐらいのイカじゃないかなと思うんですけど。そうかもしれないです。すごい。ということで人気の商品を試食します。イカの口は気になりますが、まずはコンペイトーから。これって感じです。懐かしい。本当に。多分ソーダの香りとかもすると思うんですけど。ソーダの香りします。はい、結構こんなに結構しっかり楽しめる感じですね。はい。次はスモークミックスナッツ。美味しいです。香りがもう。うまい。すごい美味しい。鼻からわーって抜けます。そしてお待ちかね、イカの口をいただきます。
トンビのくちばしに似てるからトンビっていうあの名前の珍味になったみたいなんですけど、その黒いくちばしの部分はカラスっていうらしいんですよ。どういうことですか？ちょっとすいません、さっき調べたんですけど。いやでもトンビに似てるけど、どうここはカラスっていう部分みたいで、そこを取って食べます。なんかプリッと、いい、あーすごい、なんかそうなんです、中が生ハン、いいですね。半生です。半生。逆でした。大丈夫です。近いところまで来てました。言葉を選んだつもりが、でも大丈夫ですよ。では試してみましょう。これが旨味だっていうお味がうわーっと広がるんですよ。もうこれはもう最高に美味しいです。最高だと思います。味が濃いですね。お酒に合わせると楽しみが広がりそうです。最後に土井さんおすすめのおつまみの組み合わせを紹介してもらいました。こちらがじゃあサラミと、これが生ハムで、はい、でこの胡椒はどういうふうに使うんですか？これを一緒に食べたらすごいもう美味しいですよ。なるほど、マリアージュがもう、すごい相性いいと思います。これって、はい、ちなみにあのカンボジアの、はい、あそうです、カンボジアの、あのなるほど胡椒を作ってらっしゃってて、はいはいはい、それを、はい、置いてますね。出会ったことのないようなおつまみに出会えるお店ですね、はい、あそうですね、全国からあの美味しいおつまみを揃えてるので。いや、ありがとうございます。いろんな美味しいものをご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。